こで良きをお目にかかるとは。あ、漂白者さん、来てくれたんですね。ああ、あんたが漂白者ね。お噂はかねがね聞いてるよ。こちらは昆州城の優子さんです。陳皮さんと同じ骨董の専門家なんですよ。ふふん、その通り。何って、そりゃお宝の手がかりを探してるに決まってるじゃん。上昇山の往来の再開後、師匠と私は上昇山由来の品が出回り始めたのに気づいたんだ。そのうちのほとんどは食定の個別。でも中には上昇山のものとは思えない来歴不明の品もあった。そこで、嫌いの港が出所じゃないかって私は考えたわけよ。以前過去の手がかりを探しにブラックショアへ行きたいと言っていましたよね。それで漂白者さんもお誘いしようと思って。極楽野原の戦いの後、ブラックショアのメンバーは次々に昆州から撤収していきました。ですが数日前、彼らから嫌いの港で環境モニタリングを行いたいと予期軍に申請があったんです。ですのでこの機会に話を聞いてみるのもいいかもしれないと思って。え？漂白者さんが以前そのようにお話ししていたので。よしし、そんなに気にかけてるなんて、ヤンヤンはあんたに気があるんじゃない？あ、私はただ漂白者さんにとって大切なことなんじゃないかと。はいはい、冗談だよ冗談。つまり漂白者もブラックショアのメンバーを探してるってことでいいんだよね。それなら私も一緒に行ってあげようか。私が直々にあんたたちの旅を守ってやろうじゃないの。名高い漂白者とプロの鑑定士たるこの私が揃えば、嫌いの港もなんのその。これは新たな冒険の始まり。なんとなくそんな気がするんだよ。漂白者さんもいらしたことですし、まずはあちらのブラックショアの花持ちの方に話を聞いてみましょう。このパラメータに問題が起こるはずないのにな。信号も返ってこないし、どうなってんのこれ。そうだよ、何かよ、今忙しって。え、君まさかアールトに招待さ。ご、私はに、あのさ、そうなの、うん、私たち嫌いの港が滅びたのも姫、うん、それただデータ収容員がい、その後だから手に負えな。まさか。大丈夫、漂白者予期の東白としてこの地の安全を守るのも私。よかった、過去のソラリスにまるで中うまく。君たちが戻ってきたらすぐにブラックショアに帰って。じゃあ戻ってきたら一緒にブラックショアへ。ハハハハ！
よ。はっやっ、びっくりした。下の方から残像の気配を感じます。どうせ雑魚でしょ、余裕だって。気をつけてください。この残像なんだか様子がおかしいです。抹消。逃げた。建物が倒れた。ここから動けない。兵士、出よ。世の光に入れて。や。無限の先へ。これしき。はっ、ほっ。虹に身を寄せ。よい、構わな。ニュー。これは早く助けないと。もう手遅れのようです。こいつらがあの花持ちが言ってた収容員。ここで一体何があったのでしょうか。ようこそ。群生の上演者、評価者。私たちはあなたの国をずっと待っていた。残された時間はあとわずか。フォード。そう、私の名前はフォードよ。これは私のブラックショアの花持ちとしての名前。あの人たちだけじゃない、他にもたくさんいる。男性、女性、お年寄り、子供。私たちの悲鳴は聞こえた。思い出して、全部全部思い出して、思い出して。
あなたの過去、捨て去った記憶、ブラックショアの一員としての日々。あそこに残された周波数は非常に乱れていて、危険な気配を感じます。うわ、なになに、いきなりキラキラ光り始めたんだけど。あ、これやっぱりブラックショアのものだったんだ。漂白者、ほら見て。私はこのお宝の手がかりを探しに来たの。ブラックショアのものだとは思ってたけど、やっぱり師匠と私の目に狂いはなかったってことね。漂白者さん、おそらくあの異常周波数は花持ちたちの死に関わっています。それが今この古物に宿っているのかもしれません。ブラックショアへの強烈な執念を感じます。先ほどの声は漂白者さんや嫌いの港の滅亡についても触れていました。これは簡単に解決できる問題ではなさそうです。とりあえずあの花持ちのところに戻って状況を説明したら。こういうのはブラックショアの方が詳しいでしょう。行きましょう、漂白者さん。なんだか嫌な予感がします。この一件、どうも一筋縄ではいかないようですね。嫌いの港には私たちの知らない秘密がまだまだありそうです。お帰りなさい。漂白者、戻ってきてくれた。ここは終点であり起点。あなたがこの海岸へ戻ってくれるのならとても嬉しい。交流リナシータ、どこへ行こうとも私はここであなたを待っている。どれほど遠く離れてもこの海岸でずっと。
見つけた。見つけた。気をつけて。神にも劣らぬ。終わりにする。入門。そんな手はどう。火の雨が降り注ぐ。あなたの役に立つのなら。現れたね。欲しいの、ある。現れたね。やっと洞窟から抜け出せたな。ってなんだこの濃い霧。これじゃ何も見えないぞ。ここはヴェイルド岩。霧が濃くて当然さ。もしかして俺をお探しかな。うん。で、あれ漂白者。本物だよな。夢じゃないよな。まさか本当にブラックショアに来てくれるなんて。その通り、歓迎するよ。けど君はどうやってブラックショアまで来たんだ。花持ちが犠牲になった。くそ、思ったよりもヤバい状況みたいだな。そのフォードってやつも俺たち側の人間とは限らない。と、そうだ、骨董商から受け取ってたもの見せてもらえるかな。へえ、上昇さんからこんなものが。祭祀を観測するためにブラックショアが世界中に設置したレジスタだね。各地の採取に動きがあればすぐ察知できるようになってるんだ。それがまさか嫌いの港で異常周波数を記録してくるとはね。ひょっとするとテティスシステムが君を助けたのかもしれない。まあ確証はないけどね。ブラックショアに飛ばされてから今までで何か変わった出来事とかあった。水色の人影、ショアキーパーかな。その昔ブラックショアの指導者を支えたという人物で、ブラックショアの守護者でもある。おそらく君が会ったのは彼女だろうな。古い文献にはブラックショアに最大の危機が迫るとき、彼女は真の姿で現れ、伝説の指導者と共に再びブラックショアを導くと記されている。ブラックショアにとっては伝説的な存在だよ。彼女が君にそこまでするとは、それなりの理由がありそうだね。ともかくまずは花園に行ってみよう。君が手に入れたものをテティスシステムに取り込んで、嫌いの港の異変を解決しなきゃね。花持ちに死傷者が出てるなら事後処理をする人員の派遣も必要だな。
それと君には他にも知りたいことが。この揺れ、こんなとこまで影響が出てるのか。どうやらテティスシステムの故障がひどくなってるみたいだ。行こう。ことは急を要する。他のことは道中で説明するよ。風を感じる。もしもーし、漂白者、あんた大丈夫なの？ずっと繋がらないし、ヤイアンがすっごく心配してたんだから。私たち嫌いの港で襲われた後、誰かに転送されたみたい。私は気づいたら本州城にいたんだ。あんたは？海のそばにいるの？通信が切れたか。まあ、よくあることさ。ブラックショアは巨大な黒石の上に立っている。普通のデバイスは黒石の干渉を受けるからね。花園に着いたらブラックショアの信号灯を使って変身してあげなよ。黒石の周波数から干渉を受けないのはブラックショア製の信号灯だけだから。こいつらはテティスシステムってのはスーパーコンピューターみたいなものだな。ブラックショアがやってる悲鳴の観測や警報、そして解決は全てテティスシステムの演算によって行われている。で、こちらのお方はブラックショアメンバーの活動経費を統括し、各地に設置したロボットの記録と管理を担当する悪徳商人さ。とまあ冗談はさておき、さっきの地震で黒石周波数の干渉が強まった気がするんだけど、地下との通信はまだ生きてる？それならよかった。じゃ、漂白者、データをクウモリに渡してやってくれ。どう？テティスシステムにデータは送れた？ここ最近テティスシステムがずっと不安定だ。クウモリも知ってるだろ。漂白者が持ってきた情報は今のデータだけじゃない。俺たちが嫌いの港に派遣した人が犠牲になったそうだ。そうだ、クウモリはテティスシステムのデータベースにアクセスできるよな。フォードって名前の花持ちについて記録がないか調べてくれ。そいつはおそらく花持ちたちの死と何らかの関係がある。おい、こら、この悪徳商人め。
ちょっと、俺こんなにもらってないんだけど。クーモニが言ったように、テティスシステムは今週に向けて嫌いな港の悲鳴警報を出すだろう。それと君が会ったフォードってやつだけど、まさかテティスシステムにも記録がないとはな。重力を操るような共鳴者をブラックショーが見逃すはずがない。考えられるとすれば、今は何とも言えないな。システムに情報がないなら、あとはひとまず花園へ行こうか。あの辺りはブラックショアのメンバーが多く集まる場所で、人事担当のモニカもそこにいるだろう。ん？どうした？できるに決まってるだろう。RPG って遊んだことあるか？あれと一緒。キャラクターそれぞれに設定があるみたいに、ブラックショアのロボットにも役割があるんだ。ちなみにロボットたちのキャラを設定、そのうちさて、彼女は本来ならばモニカ、はい、今週から召喚、漂白者様が問題は、せめて花持ちたち彼らが命をで、今あとはご覧の通り、テディ、なるほどね。フォード、あの異常周波数、もしかして裏切り者とか。それは考えられません。ティティシステムにもデータがないんですよね。過去に全く手がかりがつかめないな。とにかくそれはもちろん、仮にその人自身が異常、しまった、データをティティシ、危ない、はめられるとはな。クーモニと地下の状況を確認してきます。ティティス漂白者様、アールトさんと一緒に花園の調律装置も守らなければいけません。ブラックショアに来て早々こんなことに巻き込んでしまって、全てが解決したら、はめられる。君がも、俺たちは何と戦ってる。ブラックショアな、君が求める真実も、もっと、よし。それと今回君なら、ま、花園は、こんな手はどう？
ピアノが弾けるのか？勝手に演奏するピアノ？ブラックショアってすごいとこだな。なあ、やっぱピアノ弾けるんだろう。なんかいいメロディーだな。なんて曲か知らないけど、我は好きだぞ。音と周波数には感情を込められる。こうして自分自身の思いを音に乗せるの、あなたにもできるはず。やってみて。おい、大丈夫か？何かってなんだ？ここにはずっとお前しかいないぞ。また地震かよ。一体何が起きてんだ？おい、早くここから逃げるぞ。させる安定アンカーの周波数が急激に跳ね上がって、地下に保管されてた他の異常周波数が外に逃げ出したんだ。詳しい状況は担当者が分析してる。俺たちは今応急処置に向かってるところだ。本来テティスシステムにデータとして記録されていたものが、ブラックショアという巨大な黒石からエナジーを吸って実体化し、代わりに現実世界にあったものがデータに変わってしまう。クーモニと出会った時点で漂白者様の情報はテティスシステムに登録されています。ですので漂白者様は各地のロボットを操作して散らばったデータを再転送し、安定アンカーを復元することができます。私たちはベイルド岩の安定アンカーに向かっているところです。漂白
昼夜健康。もらっといたら？記録を開始。座標は依然として変わらない。全てこの世界、彼らはだから。今の周波数の絵でも、もしもし、漂白者様のお担ぎはゼントラリス・ゼンツプラウ。そういうのが好きなんだ。風に乗って。気をつけて。
せに乗って。気をつけて。入手。こんな手はどう？注意健康。え？出さない。カゴの中の鳥は誰？え？あ？注意健康。時には捨て石も必要よ。正確に神にも劣らぬ。正確に断ち切る。逃げ場などない。記録を開始。悲鳴は予測不能な天才ではない。敵に立ち向かうのならまずは敵を知る必要がある。ただ今のところ予測できるのは悲鳴そのものの発生だけ。天空海や無音区の予測はまだできそうにない。悲鳴に立ち向かうには私たちだけでは足りない。多くの助けが必要だ。悲鳴という厄災は世界共通の敵。そして世界と共にあるべきなのは私たち人間だ。またあの幻影。ブラックショア。移転意向書は各地の残像の観測をもとに悲鳴について推測を行う場所です。そこでは残像に関するデータの保存収集および転送を行っています。ですので現状ではブラックショアで最も厄介な場所と言えるでしょう。検証用の残像の疑似データも多く流出しています。クココを探すのなら。汚染がひどくなってまた残像が出てきた。気をつけてくれ。気をつけて。入学申請を授け。昼夜正確に。ご苦労だって。君が汚染データの除去をしている間にスプラウツの力テティスシステムに再接続できたよ。汚染されたデータと残像が実体化しているのならこの原理が応用できるんじゃないかと思ってね。それで安定アンカーのそばにデータを入力してよじ登れる台を作ったんだ。さあ奴らをあるべきところへ送り返そう。他の2つの安定アンカーにも
応援人員が向かっているところだ。さて、乗るか反るかだな。さあ、切る。昼夜健康。気をつけて。ニュウ。こんな手はどう？逃げ切れるかな？虹に身を寄せ、無に帰れ。運量だに、あなたの命令通り、天空界からソノラ、時間から空間へ。ちょっとヤンヤン見て、あそこ人がいる。いきなり倒れちゃったよ。この場所こそが全ての始まり。進みなさい、私はここで待っているわ。